国際大会、ラグザスプレゼンツ第3回 WBSC プレミア12で連覇を目指す侍ジャパンは7日、休養日で一部選手がバンテリンドームで調整した。野手では日本ハム、清宮幸太郎内野手25が休日返上で T 打撃を行い、体を動かしておきたかった。後悔のない準備をしていきたいと思います、とバットを振り込んだ。 愛知は創日時代に高校通算100号を打った思い出の地で覚えてますよ。招待試合で土日で4試合くらいやって4本くらい打った。小牧市民球場でした。と回想していた。